はいどうもこんばんは、青木です。現在僕はいつもの京橋駅に来ております。はい、もういつもの光景になりましたね。在宅勤務が終わってですね、家の近くにある京橋駅の方まで来ているんですけども、今日はこれからですね、京都駅で用事があるというか京都駅にあるホテルに泊まるんですね。で、今日はですね京阪電車に乗って京都駅に行ってみたいと思います。いや、青木さん、京阪電車って京都駅通ってないでしょってね言われそうですけども、実はですね、あの京阪電車である、駅で降りて、そして、格安のね、バスに乗り換えをすることでですね、京都駅に楽に行けちゃうという方法をですね、今回はご紹介したいと思います。今夕方の通勤ラッシュということなんですけども、京阪電車では、特急のプレミアムカーですよね、こんな感じで座れる車両がね結構座席指定の車両が用意されているということで、密を避けてね、ゆっくりくつろぎながら、京都駅の方まで行けるんだよというのも、ご紹介してみたいと思います。それではですね、早速京橋駅から電車に乗っていきましょう。はい、ホームに来た電車がいましたね。これはライナーという電車でですね、全車座席指定の、はい、ということで駅が混んでて現場で説明を入れる時間が全然なかったので、後入れの音声でお送りしたいと思います。私たちが乗っている電車は、ライナーという電車になっています。でこのライナーというのは、全車座席指定の京阪特急でして、京阪特急と、同じ停車駅で、朝に大阪向きで4本で、京都向きで、夜にですね2本運転されているというね、関東でいうと湘南ライナーとかねそういうような、電車になっております。でこのライナーなんですが、私たちが今向かっている京都の七条駅、ここまで京橋駅からだったら普通の運賃にプラスして380円払えば、一般座席に乗ることができます。ですが私たちが乗っているのはプレミアムカーです。そう、ライナーにはプレミアムカーもついているんですが、このプレミアムカー、普通の京阪特急についているプレミアムカーと同じ料金で乗ることができるんですね。ですので京橋から、京都の七条までプレミアムカーだと500円かかるんですが、そのライナーの一般座席の料金とたった120円しか変わらないということだったんで、今回はプレミアムカーに乗車してみることにしました。ということで、七条駅に、到着しました。これ駅の中、駅名表のランプ消えてますね。ということでですね、車内放送でもあったように、ここでですね、京都駅行きのステーションループバスとかいうね、なんかかっこいい名前のバスに乗り換えができるということなんで、それに乗り換えをしていきたいと思います。はい、向こう側にね、特急が、向こう側もね、反対向きの特急が発車していってますね。でどうもここはプレミアムカーの係の方がね、お姉様方が何か降りてるんで、ここで多分サービスが終了するっていうことなのかな。それともなんか交代でしょうね。多分終了することはないんでね、ここから先もね、四条、祇園四条とかね、三条とかまで行くんで、これ交代されたんでしょうかね。はい、ということで、そんな一幕も見れましたが、ではバスの方に乗ってきます。はい、では忘れちゃいけないのはこの改札前に割引券の、発行機というのがございます。京阪電車に乗った人は、通常ですと、ここから京都駅まで230円かかるところをなんと100円で行くことができるんですね。はい、ということでこれで、京橋からの運賃も含めてですね、京都駅までの運賃っていうので、ね、実際 JR で行くのとどう違うかもちょっと比べてみたいと思います。また向こう電車来てますね。ということで一旦ね、このプッシュってとこを押すと、はい、できましたね。これなんかバスの整理券みたいなやつなんですけど、こんなのが、ね、出てくるんで、これを見せれば、100円で京都駅で降りることができます。はい、ということでこちらがですね、七条駅の運賃表になっています。で、こちらがね、京都側で、こっちがね、枚方とか通って、大阪のね、私たちが電車に乗ってきた京橋側になるんですけども、京橋とかね、大阪側ですね。
で参考として JR で大阪駅から京都駅まで乗ると570円かかるんですよ。これ見るとそれよりもすごい安い運賃が並んでますよね。京橋駅から乗った場合なんか410円ってことで、ここから100円の、京都駅行きのバスに乗ったとしても510円で、京橋から京都駅まで移動できるっていうことで、いやこれはものすごい安いと思いますね。で実際、京橋からここまでさっきのね、あのライナーっていう電車、ライナーっていうのはあの特急と、まあ、同じスピードで走るので、まあ、特急と考えていただいて大丈夫です。それで来て、大体50分ぐらいで着くことができました。で先ほど JR の新快速で、大阪から京都まで30分って言ったんですけども、で大阪駅以外のところですね、特に京阪沿線から、まあ、JR の大阪まで行くのもね、まあ、10分や20分ぐらいかかるので、まあ、そういうことを考えたらね、京阪でもね全然早いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですので、今からじゃバスに乗りに行きたいんですけど、こんな感じでねご丁寧に案内表示が書いてあるんですよ。はい、階段を上がってきたところです。でここに U ターンをしなさいというふうに書いてあるので、こっちに行かずにこっち側に、ね、反対に、行きます。はい、でバス自体は、15分に1本、昼間は出ています。この、夜今8時ぐらいなんですけども、この時間も多分15分ぐらいに1本出てたと思います。ちょうど来ましたね。これはですね、梅小路行きなんで、ここに来るバスでもこの梅小路行きと、京都駅行きっていうのが2つありますので、これはあの梅小路まで直接行っちゃうんで京都駅は通らないということなんですね。であともう一つ、注意点としては、今100円で、バスが乗れると、京阪電車に乗ったら100円でね、あのバスに乗れると言ったんですけども、これはですね現金払いオンリーということになってますので、イコカとかツイカとかでは、適用されないということだけ、ご承知おきください。はい、ということでやってきました。このバスですね、京阪特急の同じデザインになってるバスですけども、ちゃんと方向幕に、京都駅って書いてあるんでこれに乗りましょう。はい、ということで、京阪特急型のバスですね、発車していきました。面白かったですね、京都駅に着く時の、車内チャイムが京阪特急と同じものを、ね、使ってたんです。今日ライナーに乗ったんでね、ライナーにはあの車内チャイムがどうもないんで、なかなかね、実感が湧かなかったと思うんですけども、はい、ではですね、ここのバス停から実際に京都駅まで行ってみて、それでエンディングにしたいと思います。バス降りたらですね、こちら側に向かいまして、はい、このザ・サウザンド京都のね建物沿いに進みます。ちなみにここからね、あの京阪の七条駅までバスに乗っていこうと思ったらどうしたらいいかというと、このザ・サウザンド京都の、フロントか、もしくはあのバス停に係の方がいる場合は、そこで、割引券を受け取って、それで乗ることで京阪電車の七条駅まで100円で行くことができます。はい、ここですね、かっこいいですねこの建物ね。はい、でこの横断歩道を渡りますとね、もうすぐというかもうこれが京都駅なんですよ、ね、なんかさりげなくね京都駅の入り口ありますけども、行きましょう。はい、エンディングです。ということで京都駅の正面まで、やってきました。
そしてですね、目の前には京都のシンボルである京都タワーが、立っております。ちょっと時短営業かなんかでね、明かりがついてないんですけど、でもなんか下の方でビアガーデンとかね、結構元気に営業してますよね。はい、ということで、今日はですね、京阪電車で、京都駅に行く方法っていうのをご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。特に京阪電車の場合はプレミアムカーとか今日乗ったライナーとか、座席指定の、電車をね、多く運転している、ということと、あともともとね、運賃が安くてね、例えば京橋から、七条今日来たねルートだと410円でかかると。で、さらに七条駅から京都駅までですね、所要時間大体5、6分ぐらいでね、めっちゃ早く来ることができました。その100円の、循環バスをね、運転しているということで、その100円足しても京橋からここの京都駅まで510円なんですよね。だからむちゃくちゃ安いという、ね、ことがね、分かっていただけたと思います。まあ、所要時間はかかるんですけども、ただね、特に京橋とか淀屋橋とかから乗る場合って、まず大阪駅まで、行かないといけないんですね、 JR 乗る場合は。そうすると、そこの所要時間がねまた、かかっちゃうんで、そう考えたらもう京阪でね1本で行って、そして100円のバス乗った方が実は早いんだなっていうような場合が結構あるんじゃないかなと思います。でまた今日はプレミアムカーで、追加料金で500円払いましたけど、もともと京阪って運賃が安いんで、500円出すのでもね、あんまりね苦にならないんじゃないかなと思います。それで快適な椅子に座れるっていうのはね、むちゃくちゃお得なんじゃないかなというふうに思います。ですのでね、大阪から京都に移動するとき、京阪電車を使うっていうのはね、本当にね、お得で快適な移動手段の一つなんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんもぜひ、使ってみてください。それではこの動画はこちらでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。